はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあ日本国内のこの各都道府県のね、この知事たちのこの反日パヨクっぷり、このなんか誰か一回まとめてくれるとありがたいんですけどね、この各都道府県のね、どの知事がね最も反日パヨク度合いが強いか、反日パヨク成功ね、このコビカンでもコビ中でも両方でもどっちでもいいんですけども、反日パヨク成功が最も強い都道府県知事って誰になりますかね。まあ、なかなかこうつつけがたいですけどそもそもこうつつけがたいなんていう異常事態がね、もう本当嘆かわしいことこの上ないですけども、でもあるいは例えばそうだな、コビ中なんだけどもコビ感ではないっていう人も中にはいるし、まあその逆もあるかもしれないですけどもね、ただ突出して突き抜けて、まあ、このコビ中かコビ感かっていうよりは、まあ、反日っていう点においてもう結構追随を許さないっていう、多分その一人だと思うんですけど、この玉城デニー知事ですよね、沖縄県。この人は結構なんだろう、無駄にこの行動力もあるしね、この反日っていう点においては凄まじいフットワークですよね、ある意味、ね、だって最高裁の判決にも堂々と逆らって国連に殴り込んでいくんですよ、この人やばくないですか。でしかもなんかその国連のなんかこの人権理なんで出席できちゃうのかもよくわかんないですよね、まあ、そういうつてもあるんですよね。まあ国連つったらもうね、反日国家の巣窟なんでね、ちょっとなんか日本を糾弾したいんでちょっと一席あれなんですけどどうですかねっつったら、いいよみたいなね、通貨なのかもしれないしだからもう世界中にこの張り巡らされているこの反日ネットワークって我々がね、多分もう把握しきれてないものすごいことになってるはずなんですよ本当は。だからそんなのもあるから、やっぱりこの日本国内でこの反日売国税がはびこるんでしょうね。だから儲かる儲からないだけじゃないんでしょうね、きっと。下手に逆らえないっていう、そういう感じかな。まあじゃあちょっとね、玉城デニー沖縄知事の国連人権、理事会出席ですか、辺野古ですよね、辺野古の件、政府方針に反対を訴えてって、こういうのももう逮捕できるよね、ルール変えるべきだと思うけどな。まあそもそもね、政府側にも反日売国税なんて山ほどいるからな。沖縄県の玉城デニー知事が8日記者会見で、今月後半スイスジュネーブで開かれる国連人権理事会に出席すると発表。米軍普天間飛行場の、名護市辺野古への移設計画の反対を訴えるなど政府方針と異なるスピーチを行うと。移設計画をめぐっては4日の最高裁判決で県の敗訴が確定したばかり で玉城デニー知事の、言動は物議を醸しそうだって言ってるんですよね、うん。で知事は会見で国連出席の目的について辺野古新基地、建設に反対する理由や、基地から派生する、諸問題の解決の必要性など幅広く発言すると述べたと。で17日に出国し18から21日に人権理事会本会議場で開かれる複数の会議に参加、発言する方向で調整していると。また現地で米軍基地の人権問題をテーマにした講演会を行い23日帰国するとしている。で辺野古移設計画では埋め立て工場の建設変更申請を承認するよう国が県に是正指示を出したことに対する敗訴、訴訟で最高裁が4日に県側の上告を棄却し県の敗訴は確定していると。で8日の会見で記者から最高裁判決と矛盾するのではないかとの質問が出たが、知事は県の正当性は引き続き主張できると考えていると述べたと。一方最高裁判決を受けて、設計変更を承認するかどうか今後の対応を検討していると述べるにとどめたと。人権理事会には各国の人権機関 NGO が意見表明する会議があり、玉城氏は今回日本の NGO の発言枠を使ってスピーチをするんだって。で15年にも、当時も尾長知事の時ですよね、人権理事会でスピーチし基地問題をめぐる日本政府の対応を厳しく批判して物議を醸したっていうことがあるんですよね。もういい加減なんかこの沖縄に対するなんかね、まあ北海道も沖縄もかってこう言ったらもう日本全国のこの都道府県知事もう全員このチェックしないとダメだよね沖縄に限らずですけど、
今回の玉城氏の国連出席については賛否両論あり、自民党沖縄県連は6日、玉城氏に国内法秩序のないがしろにしかねない言動は慎んでほしいと申し入れていたと。まあこれもこいつらも仕事してるふりだけかもしんねえし、うん、最高裁すら認められないやつが、ね、そもそもこの知事なんかやらせるなって思いますけどね、うん、税金の無駄じゃん。てかもうあちこち、ね、このしょっちゅうなんかこの海外に、ね、この飛び回って、ね、税金無駄遣いしすぎだろこいつ、うん、こういうさ、そろそろもう外観誘致でよくねってずっと何年も前から思ってるんですけどもね、うん、そろそろも何も最初からだよな、うん、まあまた門前払いで、ね、海外旅行にこの税金を使うなっていうツッコミも、まあ、入れることになるかもしれないですけども、なんかジュネーブのこの国連関係、金さえ出せば注文には応じてくれるんですよね。そうで、しかもその金は税金使ってますから、だから税金で反日活動なんですよ。だからこれを許してるそもそもこの仕組みがね、そう、日本社会がもうおかしいですよね。そもそもこいつを知事に選んでるのもおかしいし、ね、この知事のこの権限っていうかさ、好き放題やりたい放題やらせてるのもおかしいし、うん、なんとかならないですかね結局ね、うん、だ自民党政府がね、なんだろうな、まあしょうがない、しょうがないわけではないんだけど、ね、やっぱりもう反日売国税が多すぎてね、取り締まるも何もないですよね、うん、でも選挙やるとな、こういうのがと、ね、当選しちゃうんだもんね、うん、だって今回の件だってさ、当事国でもないとこになんかこのた、ね、垂れ込んで何なのって、なんかこの国内の支持が少ないとすぐこの海外に行って騒ぐよね、パヨった連中ってみんなそうじゃん、ね、でこの税金無駄にするし、例えばこれもう民主党政権でこの再検討してダメだったんじゃなかったっけ、ね、スイスがじゃあ代わりの移転先、ね、国連が代わりの移転先でも見つけてくれるわけ、そうじゃないよね、うん、ね、最高裁の判決にこの唾吐いて砂かけて、だから要は民主主義にもなんかね、うん、背向けて、それでね、こう日本の税金使ってさ、ね、うん、何が血税でスイス旅行か、冗談じゃねえよな普通に考えて。だからまあこの、そうだな、じゃあ例えばこの韓国野党のね、この汚染水放出阻止へ、こいつらも確か国連人権理事会に、ね、陳情書を提出に行きますからね、うん、だから一緒ですよ、だからこいつらと、ね、同じ思考同じ行動ですよ、だからこういうの選んだらダメなんですよね、うん、ね、それこそね、病院行けということで、今回以上されてございました。